Thank you. どうしよう。そう、今日 TikTok 投稿したのでぜひ見てください。最後の下書きもう残ってない。TikTok 投稿しました、ぜひ見てください。リクエストつけてけそうでない時あのあのね、今日は忘れた、普通に忘れた。普通に忘れた。つけてない時は大体忘れてるか、忘れてるか、なんか他にアクセサリーつけたいのがあったから外してるか。短い動画、そう、あれはね、そう、音源的にちょっと短い動画なんで、まあでも投稿したのでぜひ見てください。なんで今日が飲むの当たりました。多分それ私のお母さんではないと思う。私のお母さんは多分どうもしてない今。誰わかんない、多分ファンの方かな、ファンの方だと思います。今日はね、ミスタードーナツを買って食べた。なんか最近なんだっけな、ムギュットドーナツってやつ、ミスドのあれが好きで、こないだ初めて食べてすごい美味しくてハマっちゃった。それでちょっとね、食べたくてどうしても行ってきた。そう、家で、あとね、何買ったっけ、あとなんかザクザク、ザクザクのコラボしたやつ、コラボしたクロッカンシューみたいな、それ食べた。それのなんかチョコのやつとカスタードのやつ、そう、両方とも買って帰ってみんなで食べた。妹たちと私はカスタードのチョコの方もちょっと、ミスドはポンデリングとハニーチュロスだっけ、なんかチュロスみたいな感じのやつをいつも食べるんだけど、そうだな、その2つの次ぐらいに過ぎムギュッとドーナツ。なんか普通のやつ、なんかプレーンみたいな、オリジナルみたいな感じの味、ね、チーズとかもあるんだけど、チーズとか食べたことない、普通のやつしか食べたことない。そう、なんかシナモン美味しそうだなと思ったけど、でもシナモンとレーズンだったから、レーズンあんま好きじゃないから、そう、レーズン入ってるから諦めた。チーズもちょっと気になる、美味しそう。
するのはめちゃくちゃ美味しい。チーズ食べたことないから分かんないけど。そう、なんかザクザクのやつ、ザクザクのっていうお店だっけ確か。ちょっと待って調べて。あ、間違えた。なんだっけ、ミスタードーナツ、ドーナツ、ザクザク、あったこれ、ザクザク、ザクザククロッカンシュードーナツ。これドーナツって書いてるけど、なんかシュークリーム、ほぼシュークリームみたいな感じだった。うん、でも美味しかった。そうなんだっけ、このザクザクポンデリングもあって、食べたかったからこっち買っちゃった。うん、あった。チーズも美味しそう。今度チーズ買ってみよう。ザクザク、ザクザクはさっき言ったそのクロッカンシューとポンデリングのやつだっけ。そのなんだっけ、ベイク、なんかタルトのお店のやつかなとコラボしたやつは買ってないんですけど、今回いろいろある、チーズタルトドーナツとかブルーベリーとか、それのチーズタルトドーナツのブルーベリーとかベイクチーズホイップとかある。私はザクザクが食べたかったから買っちゃった。ザクザクの方を。でも今日行ったお店ね、あれがなくて、チュロス、ハニーチュロスみたいな、確かそんな感じの、違ったっけな、これハニーチュロ、ハニーチュロだ、ハニーチュロがなんか売ってなくて、売り切れちゃってたのかな、そう食べれなかった。いつも買うんですよこのハニーチュロを。あとはね、あれが好き、なんだっけ、なんかグラタン、グラタンパイみたいな。あ、あとこれだ、エビグラタンパイ、これ美味しいの。エビグラタンパイ、そう、でも今日は買わなかった。これね、ちっちゃい頃よく食べてた。なんかミスタードーナツってなんかねセットがあるんだよね。なんかなんだっけ、なんかセットメニュー、これだ、それでセットで食べてたんだっけな、これ忘れちゃったな。なんか食べた、よくねこれのなんだっけ、汁そばよく食べてた。ちっちゃい頃食べてた。汁そばと、あとなんかドーナツのセット、でもグラタンパイが好きだったんだけどないな。私は何を食べてたんだろう。
なんだろうな。あ、え、わかんないや。汁そば、これ美味しい。なんかラーメンみたいなやつ。なんか美味しそうなのいっぱいある。ご飯系のやつ、肉まんとか、え、美味しそう。美味しそう。柔らか鶏肉そば、美味しそうだな。これも香るエビプリワンタン麺、え、これも美味しそう。こんなのあったっけ、ちっちゃい時。私いつも汁そばしか頼んでなかったから知らない他のメニュー。美味しそう。知らなかった。こんなあるなんて、ドーナツ以外。あ、ランキングは45分になったら読みます。クリスピークリームドーナツ、クリスピークリームドーナツは行ったことない。差し入れでいただいて食べたことはあるけど、行ったことはない。バーミヤン、なんだっけ、ミスタードーナツ、ミスドです。そのおすすめ飲み物、飲み物、飲み物か。いつも頼まないとね。そのちっちゃい頃なんかランチのセットで頼んでた時はオレンジジュースかなつけてた、オレンジジュースけど、最近は食べてないからわかんないや。飲み物最近ドーナツしか買わない。ドーナツしか買わないから分かんない。最近食べてる、そのランチのセットとか食べてる。ブラックコーヒーは飲めない。なんか家にあるのね、なんかコーヒーが。お父さんとお母さん飲むからあるんですけど、コーヒーなんか粉のタイプのやつと、ペットボトルに入ってるタイプのやつがあるんですけど、最近はそのペットボトルに入ってるタイプのやつと牛乳を割って飲む。カフェオレにして飲む。バリスタ、なんか機械みたいなやつあるけど使ってない。あるけど使ってないです。あ、むしろいらない、入れずに、うん、そのコーヒーのやつとペットボトル入ってるやつと、そう、牛乳だけ。でもなんか甘いんだよね、それ。あ、それだけで、牛乳入れるだけで、それ甘いから。でもコーヒーそんな甘くないと思うんだけど、なんか甘い、甘い、なんか苦くないから。
前にねお母さんとなんだっけ辛麺か辛麺食べに行った時があってお店に。でその時なんかお昼に食べたのね。あ目がこれお昼に食べたのね。でなんかお昼のサービスでコーヒー無料でそうサービスですみたいなお会計の後マスモト、そうマスモトでなんかその自分でねつぐ自分で入れるスタイルだったんだけどその時はそうガムシロ入れた。ガムシロとミルク入れてカフェオレにしたコーヒーだったけど、そうお母さんとお母さんもそうお母さんコーヒー飲むんだけどその時はカフェオレの気分だったみたいで、ガムシロ何個か入れた。2個か2個ぐらい入れた。2、3個入れてミルクも入れてカフェオレにしちゃった。でも家にあるコーヒーなんか全然苦くないなんでだろうな、普通に牛乳で割ってるだけなんだけど。苦くないから何も入れてない。そうなんかさ粉末タイプのコーヒーもいつもその牛乳だけで割るんだけど飲むとき。それも苦くない普通に甘い。牛乳で割ってるから。牛乳そんな甘くないよね。牛乳だけで割ってもわかんないや。でも苦くなくて。2日に1回ぐらい飲んでる。毎日は飲んでない。2日に1回ぐらい家で。冬はココアは飲まない。ココア飲まない家で。ココアよりカフェオレ飲んでるかも。あんま飲まないかも普段。冬じゃなくても、あ、夏じゃなくても冬でも冬じゃなくて。コアはそうだな、冬時々飲むぐらい。でもなんか温かいココアより冷たいココアの方が好き。温かいココアより冷たいの方が私は好き。見ろえ、なんか分かるようで分からないんだけど分かるようで分からない。ちょっと待って、え、どんなんだっけ。なんかね、分かるようで絶対見たら分かるよね。調べてみよう。あ、これか。これは飲んだことない。飲んだことない。このココアはこれは、このやつは飲んだことない。緑のやつ、そうそうそう。
そう、調べたらすぐ出てきた。あ、45分ありがとう。多分飲んでくださいか。多分家にはない。じゃあ13位からランキング読んでいきます。13位、年の家さん、ありがとうございます。12位、バトニーさん、ありがとうございます。11位、にゃこさん、ありがとうございます。10位、香港の春マートマーク強化おしさん、ありがとうございます。9位、ムムさん、ありがとうございます。8位、 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾウシさん、ありがとうございます。7位、プッチーニさん、ありがとうございます。6位、ラクラックさん、ありがとうございます。5位、まぼろしさん、ありがとうございます。4位、まさむねさん、ありがとうございます。3位、かりんとん358さん、ありがとうございます。次にすーさん、ありがとうございます。そして1位がまさるさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。じゃあそろそろ終わろうかな。ごめんなさい、今日も短い時間、短い、うん、配信で20分だけの配信でごめんなさい。ちょっと今日も頑張って早く寝たいと思います。昨日結局早く寝れなかったんですよね。まあ、早起きはできたけど、ちょっと早寝に失敗したから、今日こそは昨日より早く寝る。ちょっとね、今日こそはちょっと早く寝ようと。いつも通りの時間に寝ちゃった。でもちゃんと起きたから。今日はちゃんと早寝早起き、今日は早寝早起きをする。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。 TikTok 見てね。TikTok 投稿したのでぜひ見てください。バイバイ、おやすみ。バイバイ。